はい、こんにちは、しかです。電波人間の RPG2 やっていきたいと思います。あれからすぐに妖精の里に帰ってきました。6神官を倒したのですね。よく頑張りました。邪悪の魔女は我らの妖精の力を奪って精霊の力を手に入れようとしています。どうにかその陰謀を阻止してください。閉ざされている邪悪の洞窟の入り口の封印を破りましょう。邪悪の洞窟の入り口、精霊よ、邪悪に立ち向かう勇者のため悪の力を打ち破る力を与えたまえ。お？邪悪の洞窟の入り口にかかっていた邪悪な力が消えた。これで邪悪の洞窟へ進めます。では頼みましたよ。紫色の祠があったぞ。祠っていうかワープゾーン、ここか。ここでおそらくいいはず。あったあった。で、ここを、なんか来たな。ついに来たぞ。あった、これか。うわ、なんかすげえ不気味な音楽。やべえとこ来たぞ、おい。やべえぞ、邪悪の洞窟。よし、これで一回戻って、メンバー変えます。とりあえず、ここはあれかな。光属性が効くんかな。邪悪っていう感じだから。統治豪壮。なんか強そうだな、雑魚も。いよいよ、なんかもう終盤って感じだね。お、効くね。やっぱ光属性連れてきたらいいか。レーザービーム。お、効くね。激動直下。光属性強い。地底人の亡霊だ。おお、電波人間珍しい。俺幽霊。昔俺ここ住んでた。でも扉閉じられた。そして時過ぎた。他やつ話す。久しぶり。不気味な音楽が鳴っております。で、宝箱、ここも多いな。闇を手に入れた。ここはなんとなく長くなりそうな予感がする。階段があるな。下に宝箱は3つある。だけどこれもちょっと下降りよう。もう適当行きます。まずは適当だ。スズランの種。全開傷薬 S。スズランの種。次は上行ってみるか。まあ、それにしても不気味な音楽だこと。なんか、ややこしい洞窟だ。もう当てずっぽで進んでいって詰めるしかない。ダークマンモス。ダークマンモス。しびれろ。OK、しびれた。しびれるがよくね、モンスターに効くから、電波人間 RPG2 はしびれるもいいな。倒した、一体。なんか強い装備落としてくれ。なんかマンモスはね、なんか落とすイメージがあるんだよ。
あんま強くねえな。呪い直しに。本当広いな、ここ。地上3階。さあ、地上3階に来ましたよ。不気味な音楽は鳴りやまない。55度。清水。さあ、一体何階まであるのか。お？プルプルプル。俺ずっと震え止まらない。この先強い魔物いる。しかも一匹だけじゃない。何匹、とても強い魔物いる。これやばいな。なんか、行くのが怖い。お、なんかおる。珍しい、こんなところに電波人間が来るとは。久しぶりにうまそうな食事にありつけそうだ。空気か。よし、こっちも食ってやれ。この化けキノコ目、キングマタンゴ。もう見るからに邪悪な顔をしてますよ、このキングマタンゴは。大震動。まあみんな全部回復があるんで大丈夫だ。あ、効果ない。これ光効かないのか。キングマタンゴには光攻撃は効かない。ダメージがあんま大きくないな。おお、強い強いな。大震度やばいぞ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 。国取丸頼む、復活、みんな復活頼む。生意気にも回復しやがるな。最新度はでもたまにしかしてこない。あれがね、来たらやばい。まだですか、まだですか。やっと倒した。大震度だけ怖かった感じかな。キノコの証。お、消えた。で、扉が開いた。一回退散して挑みたいと思います。ありがとうございました。